早速ですが、今回、ロシアとウクライナの航空戦を詳しく見ていき、また、いと考えています。ミグと、スホ、イの戦闘が見れるとは、戦闘機での性能なのか、パイロットの力量なのかわかりますね。2022年2月24日に、ウクライナへの軍事侵攻を開始したロシアだが、3月末時点でも、最大の戦略目標と考えられるウクライナの首都、キーフ、ロシア名、キエフを攻略することは叶わず、むしろ反攻を許しているとも伝えられる。ただし、トルコで行われた4度目の停戦協議もあり、ロシア軍が、意図的に、戦線を一旦縮小させた可能性もあるため、明らかに、ウクライナ側が、優勢な立場に転換したと考えるには、まだまだ予断を許さない、状態だと言えるだろう。不幸にも発生してしまった、ウクライナ戦争であるが、西側の数多くのメディアの報道でも明らかなように、事前の大型の輸送では、投入戦力で、圧倒的に優れていると、おぼしきロシア軍が、戦いの主導権を握るとの見方が多かった。しかし、この予想は、ウクライナ側からすれば良い方に裏切られたと言えそうで、地上戦のみならず、空中戦でも、兵装の物量、質ともに上回るロシア軍に対し、非常に善戦している様子が漏れ聞こえてきている。この情報化時代における戦争であるため、ウクライナ側は、もちろんのこと、ロシア側からも、自軍の優位を主張する情報が、洪水のように出されており、その個々の真偽のほどを、非正の個人が判断することは、甚だ困難ではある。双方の陣営が、自国に有利なプロパガンダとして利用するため、写真や動画など、多数の映像が、インターネット上に溢れているが、そうしたものの中には、ウクライナ軍戦闘機が、ロシア軍のそれを撃墜したと、おぼしきものも散見される。その代表的なものが、ウクライナの首都、キーフ、ロシア名、キエフ上空での空中戦を捉えたとする動画であり、ウクライナ軍の MIG-29 戦闘機が、ロシア軍の、スホ、B-35 戦闘機を撃墜したとされ、個人的には、かなり衝撃を感じた映像だ。その映像のどこに、衝撃を覚えたのかといえば、現代の戦闘機同士の空中戦において、相互に目視できる距離、つまり有視界戦闘が実際に正規しているのかという部分で、兵装がミサイル前世の時代に、この展開には驚かされた。無論、この映像も事実であるという、確たる証拠は見当たらないため、現代でも、戦闘機同士の有視界でのドッグファイトが行われるのだとは言い切れないが、数的に不利なウクライナ側の指揮効用には大きく寄与していると思われる。この3月下旬に、ウクライナ側は、開戦以来の戦果として、ロシア軍の固定翼機、回転翼機とも累計で、各100機以上を撃破したと述べており、これは、一方的だとしても、中立的なオリークス、ブログでも、固定翼、機15機、回転翼、機34機の損害が報告されている。これに比して、ウクライナ側の航空戦力の損害は、MiG-29 戦闘機2機、スホ、I-25 戦闘攻撃4機、スホ、I-27 戦闘機2機、アントノーフ-26 輸送機1機の計9機の固定翼、機が、ロシア軍によって撃墜されたと考えられている。ウクライナ空軍は、開戦時には、MiG-29 戦闘機を中心として、戦闘機を合計で76機ほど保有、運用していたとめされているが、この3月下旬でのアメリカの把握でも、56機を保持しており、10倍に相当するロシア空軍に、抵抗を続けている。ロシア軍は、今回のウクライナ侵攻にあたり、海戦壁等に、これらウクライナ空軍の無効化を狙って、定石通りにそれらが駐機すると、おぼしき飛行場やレーダー施設への空爆を実施した後、
地上軍を進撃させている。ここでは各種のミサイルや精密誘導爆弾が投入されたと考えられているが、その攻撃を事前に察知したウクライナ側は、戦闘機を含む航空戦力を、その攻撃前に離陸させて回避したと見られており、温存に成功したようだ。そして、これら戦闘機等の航空機と同様に、ウクライナ側では、貴重な防空システムである S-300 地対空ミサイル等も、この初動のロシア軍の攻撃から逃すことを行っており、高高度でのロシア軍航空機の侵入を阻んでいると言われる。これら S-300 地対空ミサイル等が健在であるために、ロシア空軍は、その攻撃範囲に対して、低空飛行でしか航空戦力を投入することができず、低空で侵入した航空機も、兵士個人が携帯可能な各種の対空ロケット弾で撃墜されるという悪循環にさらされているようだ。航空戦力の数で圧倒的に優位なロシア軍は、1日あたりおよそ200総機、延べ、出撃回数に及ぶ攻撃を仕掛けているとめされるが、これに対し、最大でも、わずか10総機程度とされるウクライナ空軍が、いかに善戦しているのが際立っていると言えるだろう。ウクライナ軍は、旧式とはいえ、最大で 40km ほどの射程距離を持つ S-300 地対空ミサイルのシステムを250機程度保有しており、ロシア側は、このうちの約半数の123機を破壊したと主張しているが、戦況を見る限り、これはかなり怪しい。前述のオリークス、ブログでは、ウクライナ側は、S-300 地対空ミサイルを含む18機を損失したことは確実と分析しているが、これを見てもロシア側がかなり過剰な戦果報告を発表して自軍の航空優位を印象つけたいことは明らかだろう。ただし繰り返しになるが、現在ウクライナ空軍が稼働可能な戦闘機は50機強であり、ロシア空軍の戦闘機と数の上で互角に渡り合える戦力とは言えず、あくまで防空を中心とした運用が中心であることは押さえておく必要がある。そうしたウクライナ空軍にあって、自国の戦意高揚に大きな役割を果たしたと思われるのが、MiG-29 戦闘機を借り、なんと、ロシア軍の航空機を10機も撃墜したと、まことしやかに囁かれている人呼んで、ゴースト・オブ・キエフの武勇伝だ。ウクライナ国防省は、開戦から、間もない2月27日、ゴースト・オブ・F と呼ばれる、MiG-29 戦闘機パイロットの活躍をツイッターに投稿。戦果や実在すらも確認は、されていないが、ウクライナ国民の戦意を鼓舞ることには、間違いなく成功した。この戦闘機の主兵装が誘導ミサイルとなった現代において、一人の戦闘機パイロットが10機もの敵機を撃墜する戦果を上げたという主張は、にわかには信じがたいものではあるが、情報戦という側面で考えれば、大きな効果を生んでいると言えるだろう。ただ、実際には、ウクライナ軍の前線の主要員は、NATO 側が投入している、早期警戒管制機からの情報であり、ロシア軍の配備状況をリアルタイムで正確に提供していることが大きいとめされており、戦場認識能力の両軍での差書きをしていると思われる。一時期は、ポーランドが保有している MiG-29 戦闘機をウクライナに供与するという案も唱えられていたが、戦闘機パイロットの育成が短期間でできないことを鑑みれば、これは、ロシアに対するプレッシャーが目的だったとも言えそうだ。アメリカは、ウクライナへの武器供与の中に、徘徊型の自爆ドローンを100機ほど含めることを表明しているが、長射程の地対空ミサイルに加えて、こうした兵器が最も有効だと、
判断しているとみられ、これが今後の戦局にどう影響するのかにも注目が集まっている。懸念点としては、通常兵器による事態の打開が困難だとロシア側が判断した場合、戦術核兵器や化学兵器等の投入を行う恐れが可能性として高まることであり、アメリカと NATO の今後の関与の方策がさらに強く問われるだろう。